はい、ということで今週も始まりましたハイチのダラダラジオで、今週からですね、今日がね10月1発目なんですけど、今までは Google フォームにいただいた質問相談に答えてから本題にという流れだったんですが、今 Google フォームにいただいた質問相談を Voicy っていうあのサービスの方で毎日投稿させてもらってるんですね。1日1件皆さんからいただいた質問相談に答えるっていうのを一応1ヶ月間9月は毎日投稿することができて、じゃこれを機にですね、ダラダラジオの方では、本題にもそれだけ自分が伝えたいというか喋りたいことだけを話して、ボイシーの方で質問相談に答えていくっていう住み分けをしてみようかと思います。まあ、してみてちょっといろんなまたね考えが変わるかもしれないんですが、ひとまず今週はもう本題にいきなり入らせていただきますので、そんな感じで住み分けていくっていうのを周知いただけるとありがたいです。よろしくお願いします。で、今週はですね、あのタイトルにありますように、長男くんとの緊急会議ということで、普段自習室っていう生放送をね夜やっているんですが、それこの前ね直前にちょっと、長男くんと話したいことがあるので、今日はお休みさせてくださいっていうのをねさせてもらったんですね。そのことについてちょっと今日は話していこうかと思います。で、何があったのかっていうとこなんですけど、もちろんね長男くんのこともあるので、本人は聞かないですけど、この放送はですけど、なんか長男くんが聞いて嫌がるようなことはねもちろん喋りたくないので、濁すところもあるとは思うんですが、本人が、まだ言うても小学校2年生なので、いろんなこう、ね、本人にはやっぱストレスがあったりとか、ちょっとこうキャパオーバーになった瞬間だったんですよね、きっと。で、思いが溢れてしまって、であるちょっとこうことがなんかあることに対して気にしちゃったんですよ。多分気にするスイッチが入っちゃって、で本人の中でもうなんか自分なんてダメかもみたいな感じのになっちゃってさ、で本人がこう思ってることとかをまだこう特にこう感情的になっちゃうと涙が先に出ちゃうからうまく言葉にできなくてね、それをこっちでさ先導しちゃダメじゃん、こっちにこういう意見でしょって導いちゃダメだから、本人の言葉でやっぱ言わせてあげないといけないので、こうきっかけ作りでこうかなみたいな、こうなんかうまくねこう本人が喋りやすい土俵を作りながら話してったんですよ。で、自分もそうですし、皆さんももしかしたらねこうキャパオーバーなんてわーって思いが溢れる日なんていうのもあるかもしれないんですけど、でうちの長男くんもやっぱたまにあって、それが、で普段自分が父親として心がけてることというか、なんかルール的なところはいつもなんかこうお前のことずっと思ってるぜみたいなのをこう熱くする必要はないと思ってて、でもこうなんていうのかな、ここっていう時、ここは絶対外しちゃいけないなっていう時はもう全力で向き合うっていう、何時間でも付き合うぜみたいな、でそれがあの日だったんですよ、自分の中ではね。だから次男くんは寝てましたけど隣で寝ながら2人でこうちっちゃい声で喋ってて、でやっぱなんか自分の自己肯定感というかが打ち砕かれちゃったんだろうね、何かのきっかけ でそれをちょっとずつちょっとずつ本人の口で思いを発散させつつ、自分から伝えたいことっていうのを話してたんです。で俺は、もちろん息子は子供ですけど、子供ね、年齢的には8歳ですけど、でも一人の男として一人の人間として接するっていうのは割と自分ルールにしてて、これは別にあれですよ、みんながみんな真似しろってわけじゃないんですけど、だから俺息子長男も次男もですけど、ほにゃららくんとかって呼ばないんですよ絶対に。なんかわかるかな、自分のお子さんをもちろんなんとかくんとかなんとかちゃんって呼ぶ方もそれはいいんですよ、いいんですけど、俺はそれが嫌なんですね。そうなんとなく自分が心地いい距離感がそうくんちゃん付けをしない、そうだからこれはあれなんですよね、塾講師やってる時にもうちの塾くんちゃんつけろって、さん付けかってルールだったんですけど、サボってというか守らずにもちろんあれですよ、本人に子供たちがねうちの生徒が不快にならないようにちゃんと人間関係を作った上で許可を取ってそうやって呼んでましたけど、その方がなんか俺のキャラと俺のこう
スタンスだと合ってると思ってて、子どもたちとの歯車が噛み合いやすいと思ってそれやってたんです。で我が子にもそれはやっていて、そうで話してる時ももちろん難しい言葉は使わないようにする、極力噛み砕きながらですけど、例えばその日話したことで言うと、人間は完璧じゃないよっていう話をしました。これ小2だよ、2年生に。人間は完璧じゃないって、完璧な人なんていないって、そうっていう話をして、でも自分の中でもっとこうなったらいいな、こういう自分になれたらいいなって思うことがあるんだったら、やっぱりそこに向かって努力していくしかないんじゃないかなって。でも人は急には変われないって、今日寝て明日起きたらそのね自分に大変身してることもないよねって、だからちょっとずつちょっとずつ変わっていこうよって。で個人的にね本当に思ってたことだし、この1年2年で長男くんは本当に成長したと思ってる。ちょっと親バカかもしれんけど、やっぱり体も大きくなったってもあるけど、心の面でもすごくこう成長したというか、っていうのがすごく思ってたから、それも伝えて、自分でなかなか気づけないからさ、特にそうやって自己肯定感を否定するスイッチが入っちゃうと、だからその辺もねゆっくり言葉をちょっと選びながらだったけど伝えて、で結局1時間ぐらいかな話して、で、一緒に寝て、俺は戻るはずだったんだけど一緒に寝落ちするっていうまあそんな日だったんですよね。だからまあそれがあの子にとってねどういうふうにこうあね、こう効果があったかどうかは分からないし、それはまあ本人にしか分からないことだから、ただ、なんていうのかな、俺は別にね成人君子でもないしできた人間でもないけれども、やっぱり息子のことは本当に心から愛しているし、それがなんていうのかな、変なふうに伝わらないようにしたいなとは思う。あの子がなんかみんなもさ、多分これ学生の方が多いと思うので、子供の立場、息子娘の立場で行った時に出しゃばりすぎるのも嫌じゃない、親が。俺はすごいそれ嫌なんだけど、そう過干渉というかされたくないじゃんか。で分かんない、それの割合とか比率もさその子によって違うと思うので、そこを息子にとって嫌じゃない、不快に感じない距離感というか、で入れる父親ではいたいなと思う。でもいつも言うのは、何かあって相談したいとか頼りたいって話を聞いてほしいって思った時にはいつでも言っといてっていくらでも聞くよっていうそう、味方だからさ、どこまで言ってもやっぱり我が子の味方だから、そう、まあ親はって言い方もあれか、そうじゃない方もいるかもしれんけど、俺は少なくともねそう思ってるので、まあそんな困難ちょっと長くなっちゃったけど、まあ、そんな困難があって、あの日ちょっとね自習室を休ませてもらったっていう流れでした。はい、いやでもさ、みんなもいずれというかね、親になる方もいるだろうし、パパママにねなる方もいるだろうし、でそれが、まあ本当かなり先だとは思うけれど、まだみんな学生だからさ、だけど今日この話したことっていうのがもし少しこう頭の片隅に残ることがあったら、みんなが子育てしてる時にちょっと思い出してくれたら嬉しいなって思う。子育てってめちゃめちゃ楽しいのよ、めちゃめちゃ楽しい。でもめちゃめちゃ大変よ。大変っていうのはね、迷うから、答えがないからさ、ベストアンサーなんてないじゃん子育てに。そう、なぜならみんな違うから、子供は、まあ親も違うけどね。だから毎日自分が選んだこと、つまり自分の我が子にかけた言葉とかもそうだけど、それが正しかったのかどうか、それで良かったのかどうかっていうのを自問自答しながら、だから毎日そうやって自分もなんか親としてのレベルが上がっていくんだろうななんて思いながら喋らせてもらいました。はい、ということでなんかちょっとすいませんね、まとまってなくてあっち行ったりこっち行ったりになっちゃったかもしれませんが、ここまでねお付き合いいただきありがとうございました。それではね、また来週何かね喋っていきますので、よかったらそちらもぜひ聞いてみてください。そして冒頭にお伝えしましたように、皆さんからいただいた質問相談はボイシーの方で毎日答えていきます。10月もね毎日投稿していくと
朝の6時に投稿してますんでよかったらね、そっちの方も聞いてみてください。そしてね、ここの概要欄にも載ってますけど、Google フォームの方に書いていただければ、ちょっと全員ではないんですけど、数が多いんでね、全員はできないんですけど、1ヶ月に30人、31人ぐらいは答えておりますので、ぜひね、そちらの方にもし聞きたいことがあればご記入ください。では、今週じゃねえや、明日からもね、また今週、明日から1週間もお互いね、頑張っていきましょう。それじゃ、またね、バイバイ。